クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回は任天堂スイッチ本日から配信開始となりました無料のオンラインオープンワールドですね、パリスというゲームやっていきたいと思います。合ってますか言ってること。私、L を使って世界を移動しましょう。 L でキャラクターが移動します。R で渡りを見渡しましょう。この辺りはまあまあ、これ王様のスキンです。ほぼ実物はこんな感じのおじさんです。あ、でも身長設定なかったな。え、チュートリアル終わった？キリまでアシュラを見つける。知らん言葉が。キリまでアシュラを見つける。え、着地音でか。あ、なんか来た。一部の障害物は L で登ることができます。一部の障害物は B を押してジャンプで飛び越えられます。一部の障害物は L で登ることが、2回言われた。ジャンプ音すごいな。なんか走んの遅そうやな。登るんだ、登るんだ。あ、ラッカーなんか、あ、なんか思い出すな、雪山登らされた。この勝手にダッシュした。ちょっと質感がフォートナイトっぽい感じ。ごめんなさい、パリアです。これパリスって言ったな。それはパリアね。なるほど、オープンは、怖いな。でも怖いけど VC がそもそも存在しないでしょこの世界。キリまでアシュラを見つける。おお、来た。クエストのような重要な目標はコンパスで追跡されます。コンパス外のアイテムが背後にある場合は R でカメラを回転させて視野を変更します。マップ画面ではさらに特定ロケーションが表示され村人の移動を確認できます。これは地図とコンパス上で自分のパーティーを確認できます。自分のパーティー、ダッシュどれでやったのさっき。あ、モーション。新しいサーバーに参加しました。あ、怖い。なかなか友達とかはできひんやろな、 VC もないからね。さっきダッシュどうやったの。これは視点切り替え。どっかに向かうんかな、この旗が立ってる人に向かうんかな。ちょっとね、サクッと触りだけ今回は映像を見てもらって、またね、多分ね、僕のフレンドさんたちみんな友チル勢こんなん得意でしょ。友チル勢とやった方が楽しそうかな。久しぶりにみんなで集まりたいね。本当にどこまでみんな変わってくれるかな。なんか、そう、変わってくれへんかな。170m、ダッシュ教えてくれんかい。これモーションばっかりやもんな。ダッシュしたいのにな。ジャンプ、あ、 Y でダッシュかな。 Y でダッシュっぽい。全然見向きもせん。いろいろ作ってくれた野郎に。落下ダメージとかあるんかな。なさそう。ん？過ぎた？ 20m ってそんな遠くないんじゃない？この建物の中かな。あれ、さっきここ来んかったっけ。上か。9m、 7m、 7m、 7m。 あ、アシュラ、アシュラ、アシュラ。 Another beautiful day. この状況に慣れるのはかなりきついだろう。私はアシュラだ。オルムの一角という宿屋を営んでいる。
あいにく今は空いていないがね。だが、北東の方にテントを建てることができる古い区画があるぞ。どうだ、大自然を満喫しないか。星空の下で眠ることに勝るものはない。キャンプするタイプではないな。寝る場所があるだけでありがたいというものだよ。キャンプするタイプではないんですよね。じゃあないでいいか。わかるよ、兵士だった頃に何年もテントで寝たが全く慣れなかったからな。そうだな、テントを張った後ならずっとちゃんとした場所に住めるよう村長と話ができるかもしれん。さて、テントを設営するには、いやいやって言ってんのに材料を集めないとだな。君に渡そうと思って斧は手に入れた。ツルハシについてはこの村の採掘師であるホダーリに聞いてくれ。ちょっとだけやっぱり、いや、関係ないんかな。ただ私が言い間違えただけやけど、イタリアのサッカー選手にありそうな名前が多いな。フランス、イタリア系の。ラッキーなことに彼は今、区画を調べているところだ。丘の上に続く道を北東へ進むといい。地図に印をつけておいた。もし道に迷ったらここに戻ってくるといい。また道を教えてやろう。めっちゃいいやつやん。斧もくれた。Be safe out there. あ、この人もだからオンラインプレイヤーなんや。ちょっとモーションとかしたいけどやり方分かれへんわ。うん、ごめんね。次の目標に向かわないといけないんだけど、次の目標はどこか。なんか来てくれる。手振ったりしてみたけど、どう？おー、すごいすごいすごい。ちょっと嬉しいかも。第一村人や。ちょっと嬉しいかも。へえ。なんか野蛮なこととかなさそうやし、知らんけど。いいね。先の人、嬉しいな。大丈夫かな。VTuber やって分かって低評価つけられたりせえへんかな。ダッシュ。なんか丘の上みたいなこと言ってたな。いや、なんか今のだけでもちょっと嬉しいけど、もう、亡くなった時には友散るっていうゲームを思い出すな。え？うわ、マップ内に読み込みが入る？そういうやつ？まあ、待て、もう、基本まあ、ガリガリにしてメガネかけたら僕ですよね。おお。フレンドを訪問。フレンドに挨拶してみましょう。フレンドが家にいる間にこの看板をインタラクトすると立ち寄ることができます。ちょっと順調だな。ゴミがたくさん残っているが、おっと、やあ、パベルマイニングのパベルホダリーだ。何か用か。会社名かな。うん、アシュラが君にツルハシを取りに来させたんだ。どうやってその上腕二頭筋を鍛えたの？ここで会ってたのかな？こんにちは、王様です。こんにちは、王様だって興味深い名前だな。アシュラに言われてきたのだろう。最近、新入りがたくさん怒られてきているよ。いつもこのキャンプ場が安全かどうかチェックしているんだ。君たちが泥に埋もれないようにね。実は、ここにすぐにでも使えそうなツルハシがある。少し修理が必要だが、もう斧を持っているようだな。ほら、このツルハシも使いな。どんな作業にもそれに合うちゃんとした道具を使うことが大事だ。両方を使ってこの瓦礫をどうにかしてくれ。やってる？焼きキノコくれた。鉱山の仕事は腹が減るからこれ持って行った方がいい。娘にもっと健康的な食事をしろって言われてるが、そっちの方が便利だろう。ありがとう。ZL を長押しにしてツールホイールを開き、道具をハイライトして、ZL を長押ししてツールホイールを開き、道具をハイライトして ZL を離すと装備できます。力
近くにある岩の破片から石を集めてみましょう。 ZR を押し続けると装備中の道具を使います。 ZL を押し続けると別の道具に切り替わります。近くの木くずから薪を集めてみてください。 A を押して作成したアイテムを集めます。ZL を長押しして戦利品いやでもなんかね心地いい振動が来るんですけど手元にいい感じこれがいいよ。ちょっとだけ振動しつこいけどいいよ。これであれ違うの？3分の1の区画から破片を片付ける、このやり方間違ってたんかな。なんか結構これで3分の2になった。ツルハシ使ったことないけど岩砕けんのほんまに。いや、ありやな。いいかも。パリアへようこそ、ホダーリの元に戻る。ホダーリ。まだやるべきことはたくさんあるが、まずは第一歩だな。こんな変なものを見つけたんだけど。ほう、鉱山ではたくさん奇妙なものを発見してきたが、これはわからんな。君が見つけたものだ、取っておきな。これは君の区画だからね。え、そうなん？俺は他の区画も見て回らなきゃいけない。この場所にはこの作業台を置く十分なスペースがあるはずだ。光るチューブの心配をする前に屋根と荷物を置く場所を確保することに集中した方がいいぞ。じゃあな。あと、お、作業台もくれた。木製保管庫をクラフトする。保管庫チェストを配置する。作業台を配置する。アクションバーから作業台を選択します。A を押して配置モードに切り替えましょう。L と R でステーションを回転させます。A をもう一度押して最終的な位置を決めます。アクションバーの選択は B でキャンセルできます。作業台を選択します。木製保管庫の、あ、これか。これで？あ、木材が足りないってこと？木材は、ホイールを、押してへん。ホイールを、から、斧をハイライトして。おりゃ、なるほどね。見た目とか家とかもいろいろ変わってくるのかな。え、100個とかじゃなかったっけ？何個やったっけ？無理じゃね？まあまあいいでしょう。ちょっとまあこんな感じで作業進めていって、新生活ですね。ゲーム内でフレンドさんも1人2人ぐらいはやってくれるでしょ、きっと。誰かできたら楽しいかな。何個やった？ちょっともう一回だけ確認しよう。あ、クラフト可能になった。24個。そんな取った？すげー、いいね素早いね。アクションバーがいっぱいになりました。上でスクロールバー、シャープ2にスクロールできます。へー、あ、でも2つまでなんや。もうちょい、こうか。
おー、なんか、マイクラ思い出すね。いいね。ちょっとこれでなんか、サムネ。これサムネになるかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。これからね、ちょっと新生活やってみたいと思います。ご視聴ありがとう、2回言うたな。ご視聴ありがとうございました。3回言うときます。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。